ポチッとなはい、皆さん、こんにちは。マイクです。今回はですね、トヨタのラブ4という車種をですね、夏みんが試乗しましたので、その走行インプレッションを動画にさせていただきました。このラブ4はグレードが G。 というグレードであのハイブリッドの 4WD になってるそうですで実際の燃費性能ですけどもだいたい1 5キロ前後ぐらいですねリッター1 5キロ前後ぐらいだという話ですえー、っとそれとですねこの G のグレードにはですねあの あのトヨタの,その最新のブレーキサポートシステムですね、安全運転し支援ですかねあの、レーンキープっていうんですかね、あのレーンをはみ出すとなるとあの、ハンドルがで自動的にそのレーンをあのから外,さら外れないようにあの維持してくれるという、そういう機能がついて。 それとプラスオートクルーズですね。追従型のオートクルーズクルーズが付いているそうです。これ乗った感じがですね。あの座面がですね。かなり低いもんですから、その天井に余裕があります。あの170センチぐらいの方が乗られても十分。あの拳2つ分ぐらいは余裕で。あの。 天井な方がまあ、広いということですね。えー、天井が高いですね。はい、で乗り心地はですねあの前方前前席はですねあの前の席はですねあの乗り心地が比較的まああの突き上げ感があまりなく の良好なんですが後ろの席のですね突き上げ感が少しだけちょっと気になったのがあれですねやっぱりあの後ろにですね重たい荷物を載せれるようにあの、まあ、補強されているということですのでそれでまああの,あの、まあ、後ろの席の方のその乗り心地がですねちょっとスポイルされているというそんな感じが見受けられました。 ベースになっている車はですね、あのトヨタでの、まあ、人気車種ですけど、あのハリアーですね、ハリアーがあのベースになっているそうです。なので、まあ、基本的な乗り心地とか、まあまあ、サイズ感ですね、はハリアーにかなり近いものがあるということが言えると思います。 で先代の,あのラブホーですけども5ナンバーサイズから始まってますので一旦これであの廃盤になりましてまた復活というまあハリアとは言うものあリアのすみませんラブ4とは言うもののやはりあのハリアに近いラブホーということでちょっと大型ですよね一幅が1メーター88センチあるそうですのでもう 完全に北米を意識したようなあの車の作り方になっているということです、まあ、簡単ですけどもこんな形であのあの試乗した感想を述べさせていただきましたまたですねあのいろんな車試乗させてもらってあの少しずつ情報を皆さんにお伝えできればいいなと思ってます ではそれではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またあの、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。これにて失礼いたします。マイクでした。